やっぱ足の動かし方とやっぱ手の遠心力でやっぱ加速していくんで、25ぐらいになって、あ、これが張るって意味なんだっていうのを初めて実感したんですね。疲れてたら今だと豚肉系の食べ物を出してくれる、食事は変えられると思うんで、やっぱどの年齢の人でも意識した方が